とクランピーの YouTube チャンネルを見てくださっている皆さん、お久しぶりです。ポップグランピーの小井戸です。となぜお久しぶりになったかというと、今までは週に1回とか2回とか、グランピーのチャンネルでポップグランピーの商品紹介とか、いろんな様子を、載せてもらってたんですけど、いつかな、1ヶ月前ぐらいからポップグランピーの専用チャンネルができました。なのでそれからはグランピーの方ではなくポップグランピーの方で動画を載せているのでで今日はそんなまだ知らない方もいると思うので、今日はグランピーの方に載せてもらって、で、またポップグランピーの方も見てもらえたら嬉しいなと思って撮ってます。ここは、私の半分チャリ通という、途中すごく家が遠いので途中まで車で行って、そこから駐車場からチャリ通をするという、半分チャリ通の途中のなんか綺麗なところです。牛たら辺の川沿いなんですけど、でちょっと小鳥のさえずりとともに撮ってます。で今日の動画はこの後、ポップグランピーのモーニングライドの様子を紹介しようと思います。で、今までインスタグラムとかでもどんな YouTube でどんな内容を見たいですかっていうアンケートを取った時に、グランピーさんのライド、コーラライドとかのような、ポップグランピーのコーヒーライド、モーニングライドを見てみたいっていうリクエストもあったので、この間ちょっとモーニングライド行ってきた時に動画を撮ってきたので、そんな様子を見てもらえればなと思っています。で、まあ、モーニングライドすごく楽しくて、で私もこうお客さんたちをこう呼びながらやってる側だけど、すごく楽しくやらせてもらってます。でやっぱりそのライドもそうだし、ポップグランピーの YouTube とかではこういろんなそういうなんだろう、ユーザーさんの声とか、あと私の日常的にやっぱり東京バイクを買って乗ってみて、すごくこう日常でいろんな変化があって、そういいこと、ちょっとしたことなんだけど、まあ、半分実チャリ通の中でもこう気持ちいいこと、楽しいこと、ちょっとコーヒー屋さんに行ってなんか美味しかったこと、楽しかったこととか、そういうことも載せれたらなと思っていて、で、まあ、そんな様子も見ていただけれたらなと思ってます。ちょっと喋りながら何言ってるか分かんなくなってきたんですけど、まあ、そんな東京バイクあってこそ、あるからこそ楽しい、ちょっと日常がご機嫌になる、そんな様子を私は見てほしいなと思ってて、もうこの子がいてこそちょっと楽しいっていうところがあるので、でまたグランピーとはまたちょっと違うポップグランピーっぽいライドとか、そんな様子が見てほしいな。そしてユーザーさんにももちろんライドに参加してもらいたいのもそうだし、こうユーザーさんたちの中でもちょっとピクニック、自転車に乗ってフラッとピクニックしたり、そんなことを楽しんでもらえたらとか、これからやってみたい人のヒントになればなと思っています。です、今日はそんな、動画を紹介します。はい、では見てみてください。
めっちゃチーズついてる。入るかなこれ。で、びっくり熱い。ちょっと。